こんにちは。ちょっと化粧水取ってきます。スタバちゃん飲みたいな。メイクが早く終わったら買いに行こうかな。こんにちは。みんなこんにちは。また今日もなんですけど、メイク配信をしていきます。冷たい。冷たい。早いもので今日が通しリハです。すごくない？スピード感。ノーパラリハのもう投資です。3日間あっという間だったな。ほんとめちゃくちゃあっという間だった。なんか風船だ。はい、拭き取りました。なんとここにニキビができたのでできたので悲しいです。ありがとう。すごい、いっぱい飛んできた。ありがとう、ひろとくん。ありがとう、たなべっち。ありがとう、ひろとくん。たなべっちがユニコーンをくれました。白身フライくん、ありがとう。ポッケー、ありがとう。コオロギさん、ありがとうございます。カッサンもありがとう。高陽寺もありがとう。うわー、また飛んできた。いっぱい、あーてちゃんありがとう。ユニコーン近くにいてお守りください。いつでも飛んできた。かわいいユニコーン。エリカありがとう。夢から覚め。かもひよとくん最高かよ。ありがとうございます。ハリもありがとう。高よじアボカドありがとう。あっさんありがとう。
コオロギさん、松山さん、グー、しむっち、ありがとう。世界は生まれ変わる。なので今までは2時間くらいノーパラを通してました。自分で練習してました。一人ノーパラ、一人ノーパラを行っていました。そう、こんにちは。人は誰でも生きる力と歩く道を与えられて。どこどこどこどん。マリア、マリア、マリア。後悔の涙も他人に捧げ。マリア、マリア。マリアいい曲だよね。マリア、私はあんまりやってこなかったけど、私ペガサスかくるくるパーだったからあんまりやってこなかったけど、好きだな。近くにいてお守りください、いつでもいつでも。でもノーパラ意外とね、有名なユニット多いんだよ。ほねほねとか、個性的なユニットが多いのかな。泣きながら微笑むとかもいい曲だしね。そうそうそう、いい曲だしね。こんにちは、こんにちは。あ、ちょっと3時過ぎちゃったからさ、ちょっとこんにちはタイムさ過ごしちゃったね。あと20分早かったらこんにちはタイムと被ってたから人がうわーって来たけど、ちょっと被っちゃったから、ちょっと被っちまったからね。ほんまこなそう、残念です。え、何この星。いや、すっごい星が飛んできた。被らなかったわ。ちょっと知らない人がこんにちはって来るけど、あの時すごいもんね、もうドドドドドンって来るの。私ね、昨日20分でメイクできたの。こうショールームで話しながらするとすっごい時間かかっちゃうんだけど、そう、そう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 、だから今日とかもう何分で終わるか。こんにちはって、こんにちは。近くにいてお守りください、いつでも。じゃーん、ノーパラ行ったことありませんだって。そうだよね、多そう、そういう人だから、そういう人がほとんど。そう、なんならで、なんか多分その消えてしまったいなくなってしまったファンの方とかもいらっしゃるんですよ。初期ってか、そのいう研究生が好きなファンの方もやっぱいらっしゃって、そうで、やっぱその研究生時代が好きみたいな
多分そういらっしゃるんですよね。だからそういう方とかだと私が昇格したりすると、そう別の子を押したりするんですね。そう、そうすると私とはこう違った感じになっちゃうから、そうあんまりあれなの、関わりがなくなっちゃうって言い方なのか。自分も1回しかありませんだって。なんかさ、ずーっとさなんかフレッシュにやるっていうのもまあ無理があったりはするんですよ。そうそう、だからそれでそういうのとかでやっぱりなんか新しい子とかに行っちゃう人はいますね。ちょっと私この服でしてたら汚しそうだな、白い服でメイクして。こんにします。あ、確かにラムネなのかな。でも私がさ、ラムネの公演をさ、そのまだ見に行ってないからさ、しかもなんて7期生と一緒に公演をしてないから、そうどのファンの人がラムネに行ってるのかわかんないんだよね。だから例えば栄上がり公演とかで一緒になったりとかし始めたらあるんじゃない、そのなんて言えばいいの、あれみたいな。はありそうけど、まだ一緒になってないからね。そうそう、いつから一緒になるんだろうね。まだ別々なのかな。でもさ、坂上公園とかね、覚えたらいいのにとか思っちゃうけどね。チームは今ちょっと足りてない、足りてるからあれとして、坂上公園覚えたらいいのにと思っちゃう。なんか私の時は、私が研究生のノープラ出始めた時はもう早く自分が一個公演出たらもう早く先輩と一緒に公演出たいって気持ちが強くて、そう、まあテストもいっぱいあったんですけど、テストもいっぱいあったからそれに合格するまで出してもらえなかったけど、リセットを覚えてとか、リセットを覚えたら、リセットのテストが終わったら次はただいま恋愛中、ひまわり組、そう当時はパジャね、ただいま恋愛中公演だったから、ただいま恋愛中公演出れるようになるんですよ。そうそう、なれるからもうなんかどんどんステップがあったから、もう出たくて出たくてしょうがなかったけどね。で5期生の時はなんかそれこそまだそんな先輩も辞めてなかったから、いっぱいいる時期だったから、なんかポジションの奪い合いでした。今はどうなんだろう、7期生とかはどうなんだろうね、あんまよくわかんないけど。うん、私はチーム H、 マネージャーさんがその5期生の中でチーム H っぽい人とチーム K4 っぽい人とチーム T2 っぽい人を当てはめてそうくれて、ポジションも与えられて、そう、ハルター先生でした。ハルター先生でした。 H はハルターさんで K4 はシモナさん
でした。そう、でも私ねあんまり上手じゃなかったからね、2回3回は落ちました厳しかったけど完璧な状態で、そう最後までハルタンさんが教えてくださって出れたから、そうだな、本当に感謝してます。そうだからね、当時からね H っぽいって言われることがね多かったんですよね。だからそうで、私は恋愛、ただいま恋愛中まで出て、わあこう劇場公演楽しいってなった頃らへんにコロナが入って劇場がまずできなくなって、でお休み期間に入って、でそしたら新劇場が始まってみたいな。でもチーム公演、あありがとう1626日ありがとうございます。そうで、そしたらチーム、何チーム公演は難しいってなって、それじゃあくじ引きでチームを作りましょうってなって、で七色公園っていう公園が始まったって感じですね。私の19日らしい、今年誰もお祝いしてくれなかったか私覚えてないよ。なんか私のね応援アカウントね全然動かないんだよね、だからね分かんないの。で七色公園になってって感じですかね。はい、早ただ恋が見たいです。だってそう5期生はあんまりその期間をやってなかったからわかんない、先輩方はちょっといっぱいやっちゃってるからちょっと飽きちゃってる先輩とかもいるのかもしれないけど、私はただいま恋愛中公演めっちゃ好きで、そう超好きでした。オンリー・トゥ・デイとかいい曲だしね。あなたに取り入れて、いい曲多いよね。あと君が教えてくれたねとかいい曲じゃない、あのオニオン座みたいに覚えてるもん。二人が重なったあの日みたいな、えめっちゃ覚えてると思う。なんかいっぱい練習したの、いっぱい練習した。あとはあの曲も最後の曲もいい曲だよね。なんだったっけ、世界のやつ、どんな曲だった、パジャマで歌うやつ、どんな曲だったっけ。わめっちゃ覚えてるのに、めっちゃ覚えてるのに歌詞が出てこん。あそう、なんて素敵な世界に生まれたのだろう、満ち溢れている誰
い曲だよねこれ。あー確かにビンゴもあるじゃん。そうじゃん、ワン、ツー、スリー、フォー。私ね軽蔑していた愛情が好きなんですよね。軽蔑していた愛情、思いでいっぱい。あとジュンクレとかも私できるのめっちゃくちゃ嬉しくて、そうめっちゃ嬉しかったの覚えてる。で初めの方はその1個のポジションしかできなかったから、何担当かなって思ったらジュンクレで、めっちゃ嬉しかった。そうめっちゃ嬉しかったね。でも先輩ってあるからめっちゃ緊張したんだ、緊張したんだとか言って緊張したのよ。そのさ初めが良くも悪くもさ5期生とさ同期としかやってなかったからさ、ノーパラでさ同期とやるっていうことに慣れすぎてて、それで公演デビューしちゃってるわけだから、だからなんかその初めて先輩とそのひまわり組しかさユニットできないからさ、そうそう通常あのチーム公演は助っ人になるからできないのよ、そのユニットがね。だからそういう意味でもなんか先輩とユニットを一緒にするってやばいよね。でめっちゃ緊張したの覚えてる。なんかいい感じになってきました。私は今日は4時に終わらせたいです。嘘、4時は絶対間に合わないので4時15分。なのであの先輩と一緒に公園出るのは大事だと思います。あとやっぱじゃないと7期生とかも一生キャラがわからん一生わかんない、この子どんな子なんだろうって感じ。そう別にコンサートやっただけだとんでユニットとかもさ出ないからさ、そうそうキャラが一向にわからない。まあ私がメールを取ればいいんですけどね、7期生ちゃんの自己紹介 MC でリュウトウちゃんのエピソードできてびっくりしましたって。リュウトウちゃん、リュウトウあやねちゃんはもうねすぐ目が合うんです。あの子そうすぐ目が合うの、ちょっと顔上げたらあの子がもう見てる逆にすごいで、えどうしたのみたいにやっぱなるよね。そうなった時にみたいな、リノリノさんみたいな、どうしたのみたいなどうしたのってそんな迷子センターじゃないんだからって感じだけど、どうしたのって言って、リノさんとみたいな、ヒールさんが似ていてみたいな、
双子なんだよって。実はね、そう、あんま人にメンバーにしか言ってないんだけどみたいな、私たち双子なんだみたいな言ったら、なんで名字は違うんですかみたいな言われて、あ、名字は一緒だと活動の時にそのややこしくなっちゃうから、そう、名字はあのお互い違うのにしてるんだよねみたいな、へえみたいな覚えておきますって言って可愛いと思ってびっくりした。そう、可愛かった、嘘ついちゃった、可愛くて、可愛くて嘘ついちゃったよ。そう、でもどうなの、信じてんのかな、わかんない、もはやでも忘れてるかもしれない、それ話したこと。結構ね、なんかいろんな先輩と話してるからあれだけど、中野みなみちゃんと、中野みなみちゃんは私その中洲ジャズの時に、あ、後輩ちゃんと2人で一緒のお仕事だって思ったんですけど、こうオンエアを見てくださった、見てくださった方だったらわかるんですけど、あの本当になんかまずロケ班が違いまして、そう、ロケが違うから、そう、合わなかったから話す内容もなかった。頑張ってねって感じでしたそう、でも頑張ってましたね、私もオンエア見たけど、でもなんかそんなに物おじしなそうな子で、お、度胸がある子だって思いました。けどあんまり話してないからよくわかんない。なんか私さ、人見知りじゃないんですけどさ、全然人見知りじゃないんだけど、なんか本当になんかそのなんかタイミングによるんだよね。まあそれもさ、直さないとなってめちゃくちゃ思うんですけど、なんか日によってめっちゃ話しかけられたりとか、話しかけることができたり、そうできなかったりするの。難しいよね。なんかもうマスカラがダメかもしれない。新しいやつ使ってみよう。もう前買ったやつ。もうこれはちょっと。もう終わりかも。新しいやつに変え、それかまつげがもうみんな今自由で、もうみんなねもう言うこと聞いてくれないんですよ。もう今日寒いね、めっちゃ窓開けてるけどめっちゃ寒い。ダンスの先生が
今日から、あ、昨日から寒くなるんやでって言ってた。かわいいダンスの先生。寒くなるんやでって。関西人じゃないのに。できた。私ね、ダンスの先生ね、大好きなの。大好きなの。私がさ、よくさ、立ち位置をさ、もう全然違うとことかさ、どこだっけってなっちゃうから、2の何番ってめっちゃ。めっちゃ振り笛にこらえてる。ニノちゃん何番ですみたいな。マジで立ち位置苦手。もう全然できないんだけど、もう一回、もう諦めた。諦めんなって感じだけど、諦めちゃった。だんだん気になってくる、そういうやつっているんじゃない、まさか恋とは違う。こんにちは、こんにちは。タンタンタタタン。私でも人を苦手と思うことはあるんですか？だってあります。でもなんか苦手ってもう思っちゃうと、もう私もうなんか本気で苦手になっちゃうんですよ。だからできるだけ思わないようにして、あ、なんか私と違う考えになる人なんだなって思うようにするって感じかな。なんかもう苦手とか、もうなんなら嫌いとかさ思っちゃうとさ、もうさ嫌いになっちゃうのよ。わかる？そのもういやーってなっちゃうからさ、そうするとさあれだから、まあみたいな。そう、なんか今はみたいな、なんか今は自分がその人に対してよくね思わない時なんだなと思ったら、私一歩引きます。嫌いになっちゃう前に、そう一歩引くようにする。それでなんかずかずか絡んでいくと、そうあれなので、もう引く。めんどくさいこととか嫌いなので、めんどくさいこととかになる前に対策するって感じかな。それがいいのか悪いのか分かんないけど、だからあんまりね、人生においてお友達とかと喧嘩したことないんですよ。周りのお友達が優しかったっていうのはあるんですとは思うんですけど、なんか喧嘩とかはあんまりした、そんな人間関係とかはあまり別にそんなにないわけじゃないけど、そんなになくて。よし、できた。はい、何、ちゃんと何、しっかりアンテナを張っておくことが大事だなって私は思います。アンテナを張っておいて、そうは
難しいよね、本当に難しいと思う。え、割れたんだけど。割れたんだけど。これ割れたら一生くっついてくるな。頑張って。人間関係が難しいですって、むずいよね。でも誰にでもいい顔するのが私あんまり得意じゃないから、あんまりねできないわけじゃないけど、めちゃくちゃ得意なわけじゃないから、あ、顔に出ちゃうかも、あーみたいな顔しちゃう時もなるよね。あれみたいな、なんでこんなこと言うのみたいな思っちゃう時もあるけど、まあ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 、あ、まあまあって大事よ、あ、まあまあまあって、まあ、私めっちゃまあ一家のタイプなんですよ、な、何に対してもね、まあまあいっかってなっちゃうから、まあいっか精神もちょっとは大事かもしれないけど、何でもまあいっか、まあいっかだと思うね、何もできなくなっちゃうからねだからそこは難しいけどね、まあいっかすぎたらもう何、意思がゼロみたいになっちゃうから、うーん、何がいいんだろうね、でも私本当に何でもまあいいかと思っちゃうかも、こんなこともあるかみたいな、うん、こんなこともまあ、分かんない、もっとさ、なんか熱血的なメラメラ燃えてるみたいな人の方が、特にこういう芸能界とかは向いてんのかなとか思ったりするから、それでたまに悩んだりもするからね、もうね疲れちゃうんだよね、すごく。でも私でもその人間関係とかで言ったらまあいいかとかくらい、ちょっと気楽に考えるくらいとかの方がそう、良さそう、分からんけど、自分が悪口めっちゃ言ってたりとかしたらもうまあ一家じゃないよ、それは自分がいけないけど、そうじゃなくてとかだった場合まあね、わ、また前髪の私どこ行っちゃったんだろう、スプレー前髪にはいらない後ですよ。なんか今日まっすぐだね、めっちゃ寝方が良かったのかな。なんかねビデオが密着みたいなビデオがずっと回ってて、そうだから毎回今回はメイクしていくんですよ。そうなの、私と似てるかもだって、嘘、
聞いてた？私最近さ、すっごいさ、MBTI を聞かれることが多くてさ、そう、めっちゃ聞かれるんだよね、なんか。なんかお仕事とかの人とかにも、MBTI 何？みたいな。で、私、MBTI って、こうアルファベット4文字で、こうなんか、全部で16種類か、その回種類があるやつなんですよ。でそれでその人の人間の性格とか、あとはなんかタイプとか、なんかこの時にこう思うみたいなのとかがこうなんかアルファベットで記されてるやつなんですけど、そうそうそう、なんか最近めっちゃそれ聞かれることが多くて、私そう言うんですけど、うわーみたいな、これなんだーみたいなめっちゃ言われるけどさ、なんかどうなんだろうね。だからそういうのとかでも、そのなんか自分のそれを持ってるなんか性格だから、まあでも性格って変わることがあるから、例えばそれが突然はじめはなんとかなんとかってやつだったけど、まあなんかまた次なんかこう気持ちが変わってしてみたら違うタイプになってるみたいなパターンもあるらしいんだけど、それによってもそのなんか相性があるんだって、このパターンとこのパターンはいいみたいな。そうだからそこら辺でも MBTI とかをこう知ると、この MBTI と合うからこの人と相性がいいんだみたいな、そうみたいなめっちゃ言われて、でもさ私もさ、なんか血液型とかでさ、その前は血液型だったじゃないですか。でも血液型って4パターンだから、そう4パターンしかないのを人間こう分けるのってもうなんか意味わからんなと思っちゃうんですよ。したらさ次はさ MBTI ってやつが流行りだしてさ、みたいな、なんかこう分けるのが、あごめん夢中の話してたら、なんか分けてその性格を知るみたいなことがなんかそういうことが、そうそう、あれなんやって思う、なんか流行りってか、みんなが世の中が気になるものなんだなって思うけど、まあ面白いよね、占いみたいな感じで。こんにちは、だってこんにちは。だからさ、なんか、あ、一緒だ、私も B 型、私もさ、B 型なんだけどさ、B 型ってもう、イメージ最悪なんですよ。みたいな、あ、B 型なんや、みたいな、あーねー、みたいな感じになるんだけど、私の MBTI も、あ、そっちなんだ、みたいな。もう最悪やーみたいなもう全部そうよ、ほんと。なん結局 AB 型わかんない、これはもう話とかもうみんながネット上とかに書いてあるものによるからあれだけど、なんか AB 型がでも一番変わってるけど、まあなんか B がやばいよねみたいななったりするんだよね。でもさ
でもさ、もうあの公式、私の公式プロフィールにも血液型と書くのね。でなんなら HKT のあの公式の MBT じゃないや、公式のプロフィールとかも血液型だけで分けたりする欄とかもあるんですよ。そう、血液型だから B 型の人みたいな欄もあったり、そういうのが見れる欄とかもあったりして、あ、やっぱり需要はあるんやっては思うけどね。分けた時に、そうそう、だから HKT のさ、ひろちゃんの MBTI 気になりますだって。私の MBTI は前メールに書きました。なんか将来で言うと恥ずかしいからメールに書きました。そう、書いちゃいました。だからそれこそさ、このあのこの前のラジオ聞かないとの収録とかあったけど、なんか3本目の今週オンエアされたやつって言えばいいのかな、オンエアされたやつ聞いたら、こうブルベですかイエベですかみたいな質問があって、なんかそれもブルベとイエベでこうなんか分けてしまったら、だってなんかもう自分はさ、なんかそういう人って思っちゃわない？私はイエベだからみたいな。そう、メイクとかでもイエローベースとブルーベースっていう、こうめっちゃ大きく分けると2パターンあるんですよ。でなんかもうそれだと思ってさ、分けちゃうとさ、もう私は例えばイエベだから、もうイエベっていうのはオレンジとかね、そういう色とかが似合うなんですけど、だからイエベだから、もうピンクはもうダメですみたいになっちゃうとさ、絶対話が違うと思うんだよね。あとここはちょっと女の子の話だからあれだけど、あのなんかね、最近もね、骨格、自分のスタイルとかスタイルによって骨格も3つに分けられるんですよ。まあ、なんかそういうのが流行ってる時代なのかもしれないけど、そう、なんか自分は骨格がストレートと、ストレートナチュラルウェーブっていう3パターンにあるんですけど、そう、私はウェーブだから、例えばこうなんかハイウエストのものが似合いませんみたいな。でもなんかそういう風なさ書き方をネットでもするんですよ。ストレートの人はこれみたいな。なんか余計にさ、なんか気にしちゃってさ、お洋服着るのもなんか楽しめなくなっちゃいそうだなとか思うから、私は自分が骨格が何なのかとか、その自分がブルベなのかイエベなのかもう本当に分かんない、調べてもない。まあ知っとく分にはいいかなと思うけど、まだねよく分かってないんだよね。でもめっちゃ聞くのよ、質問で、ひのちゃんはブルベですかみたいな、ひのちゃんは骨格なんですかみたいな、骨格があれだからこういうお洋服が多いんですかとか、それこそ質問ボックスした時にめっちゃ思って、骨格なんですかとか、なんかイエベ春、イエベ秋、ブルベ夏、ブルベ冬、そんだけでも4パターンあるんですよ。なんですかみたいな、わからないみたいな。何度もみたいな、わかんないから答えないんだけど、そうそう、けどまあ世の中がそういうの流行ってるのは面白いなっては思う。でもめっちゃ流行ってるよ。私はね、どっちなんだろうね、でもこういう髪色が
あれなのかな、青からイエベなのかもね。そうだから、でもピンクも、私ピンクの髪色してる自分も好きなんですよ。ってなるともう分かんなくなってくるんだよね。けど本当は多分どっちがめっちゃ合うっていうのがあるんだと思う、自分が知らないだけで。っていう話を、はい、したらもう4時になりました。早すぎ。4時で終わったね、しっかり。ついていけません、だっていいよ、ついていかなくて。あ、こんなのがあるんだーくらい思っとき、なもはや知らなくてもいいと思う。何ですかって。それも多分10年後とかはもう終わってると思うよ、か新しいものができてるかどんなのができるんだろうね、分かんないけど。だからまあまあ、そう、ストレッチはしっかりしますか、だって。ストレッチ、突然ストレッチ、ストレッチは私は、うん、気が向いた時するって感じかな。マッサージの方がよくしてるかも。マッサージよくしてます。抜けた。はい、って感じでした。そんないろんなお話をしたお昼配信でした。お昼配信、明日の配信はお仕事終わってからしようかなと思うので、まあ、夕方らへんとかにしようかなと思ってます。ダンスの前にストレッチするのかと思いました。あ、するよ、ダンスの前にはするけど、あの家ではあんまりしてないかな。絶対した方がいいんだけどね絶対した方がいいんだけど、してないかな。はい、では皆さんありがとうございます。福岡のハイタッチ会申し込んだよ、だって。ありがとう。で、私はちょっともうそろそろ出ないといけないので、バイバイ。みんなアイテムいっぱいありがとう。13位がのりさん、12位がゆかりちゃん、11位がにしぷ、10位がかっさん、9位がエリアパパ、8位がトマさん、7位がボーダー、6位がこがちゃん、4位がゆりか、3位がおかも、なんかそれできた、4位がおかも、3位がたなべっち、2位がひろとくん、1位がおせぼんてっちゃんでした。ありがとうございました。てっちゃんは何べかな何型かな。ありがとうてっちゃん、お仕事頑張ってね。ありがとう、皆さんもありがとうございました。会議で見れませんでしたって。え、土日はゆっくり配信できそうだから土日に話そうね。今日はちょっとこれからノーパラリハ頑張っていきます。構成を作ってそれからのリハーサルなので、ちょっと夜は遅いので今日はもう配信できないと思うんですけども、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。